毎週80人ぐらい、アーカイブを見てくれているので、まあ、はい、ということで、リアルタイムでなくても。はい、はい、スイッチ入ってます、ね。一応、聞こえますか。はい。では、ちょっと時間過ぎましたが、5時、ちょっとですね。はい。はい、ジオジオウエスト、アットマーク、古橋ラボという形で、いつもの、ぐだぐだなジオトークを、1ヶ月ぐらい、大会時間1時間ぐらい話をしたいと思います。また、今日は瀬戸さんと、はい、よろしくお願いします。今日はゲストで、はい、GS NEXT の編集長、ヨンイさん。よろしくお願いします。急遽、お誘いしました。よろしくお願いします。なんでここにいるのか、感じがありますけどね。まあ、いずれにしても、2週間ぶりということで、先週お休みだったので、うん、この2週間、どんな需要系のイベントがあったのか、特にオープンソース、オープンデータの、界隈の話を中心に、またまずはこの2週間振り返るという形にしていきましょうか。はい、ということで、まずこの URL を共有した方がいいので、はい、Twitter の方とかに、はい、じゃあこの URL を共有します。あとは、今日の議事録といいますか、アジェンダは、相変わらずハックパッドの方で、今リアルタイムにどんどん課題が、こちらに今、はい、こっちのディスプレイに今、はい、見れるような形になっています。で、ということで、よいしょ。GS ネクスト忘年会が入ってますね。ちゃんと入ってます。はい、後で、時間の中に。重要なイベントで、あるかのように出てますけど。出てますので。はい、あれ、URL が今、パッと出ますか。来ました。まだ来てない。ちょっと、ついね。何でしたっけ。配信は始まっ始まってるはずですね、はい。ちょっとそれを確認しないと、なるほど、無駄な喋りになる可能性があるので、まだ確認。じゃあ私は今日のこのメモを今ツイッターに書きます。はい、ジオジオですと。よいしょ。11月の9日。ありました、ありました。発見しました。はい、ちゃんと流れてなってます。はい、ちょっと一度音チェック。多分、うん。あ、来てます。うん。はい、流れてます。はい、じゃあ、ツイッターの方に流します。おーい。よし。ハッシュタグ相変わらず、ジオジオウエストと、ウエスト。あとは、今日もまた友引きじゃないですね。はい、なので、友引きじゃないと。という、友引きナイトというイベントも、別プロジェクトでありまして、はい、はい。で、こちら毎週月曜日にあるので、友引きとは必ずしも限らないので、友引きじゃないと。じゃない。じゃない。そんなハッシュタグを使いつつ、あとは、青学の地球社会共生学校として GSC オンエアという枠組みで、今日も、ジオジオで。ジオの話題をトークを、今日始めます。よし、はい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 、つぶやきました。ありがとうございます。ということで、では今日の話題からまずいきましょうか。はい、結構2週間の間にいろいろありましたね。あってですね、でかあ、そうですね。まあステートオブザマップジャパンが終わった後が初めてのそうですね、で先週お休みだったので、そうですね、10月31日土曜日ですね、はい、のステートオブザマップジャパンの話をちょっとじゃあ、はい、ましょうか。はい、ととい、ふらしてません、事業で。土曜日、そうでしたね。事業があると思って、いけない宣言をして、はい、実は、入試業もいろいろあったんですけども、蓋開けてみたら、事業がなかったっていうことも判明して、学園祭で知らなかった。赴任したばかりだとこういうことが起きる。で、授業休校じゃないと思っていたんですけど、ね、授業休校だったということで、まあいろいろとドタバタしてるんですが、ステートオブザマップ東京、ジャパンですね。はい、東京ですね。去年は東京でやりましたけども、はい、今年は、場所を浜松に変えて、はい、そうですね。丸一日、これ共催として浜松市。はい。浜松のですね、浜松地域イノベーション推進機構という、
あの公益財団法人さんが、はい、実はスポンサーとかですね、まあ、共催という形で入っていただいて、はい、まあ、場所も含めてそうです、ね、あの提供いただきました。し、まあ、スポンサーもあの今ホームページを僕らは見ていますけども、はい、日立さんとジオリパブリックさん、それから、海外からマップボックスさんと、はい、ヤマハはですね、これヤマハ発動機さんですね、はい、入って、バイクの方ですね、はい、そうですね、はい、とあと S3 ジャパンさんに協賛いただいて、はいはい、やることができました。これもあの瀬戸さんはもう前日入りで、はい、そうですね、というのはですね、はい、あの、カンファレンス自体は31日の1日限りだったんですが、はい、この前日に実は非公式で、消火栓のマッピングパーティー、はい、これは実はですね、あの、近隣の、まあ、某、市からですね、職員さんが実は来て、うん、わざわざこのために来ていただいて、まあ、あの当日ももちろん来ていただいたんですが、あの、まあ、防災とかですね、そういう消防系のまあ、業務でオープンするマップを使えるんじゃないかという話になって、はい、実は消火栓のマッピングパーティーというのをあの前日の金曜日の夕方に、はい、あのやりました。で僕はそこから参加をして、土曜日カンファレンスで、日曜日が実はマッピングパーティーでまた別 の, あの浜名湖の方にですね、あの繰り出してマッピングパーティーをやったので、まあ実質3日間そういう、うん、あの、OSM のイベントがあったということですね。はい、はい、で今全体の講演プログラムを、はい、うん、はい、5つリンクが、あ、上の方に多分ですね、講演プログラムの、これプログラム、はい、一覧が、はい、を開くと今こういう状態で、あ、そうですか、プログラム講演一覧というのが、ね、上に行くとこれこれも実はオープンソースの、これで広告クリックだ、はい、分かった、なるほど、オープンソースのそのカンファレンスシステムを実は、ね、はい、導入してる、まだちょっとこなれないところもあるんですが、はい、海外では実は結構これ確か Python のインターナショナルカンファレンスとかでも使われているウェブシステムみたいで、いろいろ試して使っていくから、ね、これを実系列で並んでいって、今、ざっと見ると、はい、まず基調講演で、ドイツ人、まあ、ダニエルさんですね、はい、ダニエルさんが、はい、ドイツ人マッパーが日本の OSM コミュニティから学べることというタイトルで話をしたということで、ダニエルさんの基調講演って珍しい。そうですね、あの PG ルーティングの技術的な、ね、はい、細かい話はよくありますけども、うん、こういうコミュニティ全般を話をするというのは、うん、どうでした？いや、あのやっぱりこうダニエルさん日本長いということで、もう非常に日本のその SM コミュニティの立ち上げ時点からね、ご存知ですけど、ね、まあ改めてやっぱりそのダニエルさんの視点でどう日本の SM が見られたかっていうところはですね、すごい興味深くて、まあ彼もやっぱりその非常に学べることの大きな一つとして、マッピングパーティーがこれほど豊かに行われて、今までこう推移として行われてきてるかっていうのはですね、非常にやっぱ驚きもあるっていう。そうですね、2008年の4月の鎌倉のマッピングパーティーの時にダニエルさん来ていて、そうですね、あと日本人10人ぐらいで、唯一、まあ、外国人として参加して、うん、もうでも日本も長いですからね、でその2008年の頃からオープンソースマップコミュニティにがっつり入っているドイツ人の立場で見たって話して、なかなか珍しい組み合わせかなと、うん、なんかこう特徴的なというか記憶に残った話ってありました？あ、そのやっぱりそのマッピングパーティーはもうドイツのね OSM マッピングってもうすごい、うんうん、そういう意味で精度も高いし、うんうん、たくさんの人が関わってやっていますけども、まあ、日本はまだちょっとそこまでは今成長しきれてない部分があるんですが、うんうん、一方でマッピングパーティーってもう今全国各地でやっているっていう点が、非常にやっぱりドイツのコミュニティ、まあそのダニエルさんの視点から見ても非常になんかこの多様性はなんだというか素晴らしいというですね、そういう視点が非常に印象に残りましたね。逆に僕はそういう意味でドイツの普段のその ASM のデータを見ながら学ぶべき点多いなというふうに常に見てるんですが、それだけ多分そのダニエルさんから見て、そのマッピングパーティーでもそれぞれ特徴というかですね、テーマがそれぞれ分かれていて、例えばホイールマップに着目する日であったりとか、あの桜マッピングパーティーのようにこう木とかですね、そういったものに着目するって言って、こう着目する視点がすごく多様があるという点が非常にあの面白かったですね。そうですよね、確かにそういう意味では、うん、なんとなくドイツってコミュニティの数は日本の10倍ぐらい大体比較するだろうので、まだやっぱり世界ナンバーワンのオープンソースマップコミュニティを有するのはドイツかなというと、僕らはあくまでドイツを目指すみたいな、ドイツと肩を並べられるかどうかというのは勝負どころなんですけど、ね、逆にドイツ人の立場で日本のマッピングパーティーがここまで集ったのかっていうことを言ってもらえるっていうのは、まあ、ある意味嬉しい、ね、評価されてるなという感じですね。
やっぱりドイツのコミュニティでも、そのコミュニティとしての基本的な取り組みの一つがやっぱりパーティーだっていう、マッキングパーティーだっていう形になっていると言えるんですか？そうですね。実際に講演ではそこまでの話はされていませんでしたけども、まあ、いろいろディスカッションとか、ね、OSM の活動の動向を見ていると、まあ、もちろんマッピングパーティーは基礎にありますし、うん、まあ、大きくやっぱりドイツと日本で違うのは、いわゆる高等教育の中で、もう OSM がツールとして組み込まれてる、つまり大学生が OSM の、まあ、ツール開発も多分卒業研究でやったり、あるいはそのマッピング自体もですね、もう授業の一環としてやるような、まあ、そういう若い世代の関わり方というか、非常にこうサステナブルに続いてるっていう点は、そうですね。で、やっぱりね、ドイツ、昨日の段階で、デイリー、1日あたりの編集者数が614人。で、2位のアメリカが200人なので、201人なので、やっぱりもう3倍、ナンバーワンとナンバーツーで差が開いていて、日本は前線してても、ようやく11番。ね、昨日実はオーストリアより、まあ、クリエイトノーズだと、はい、あ、場合は一応あるのか。はい、そうですね。とうとう、まあ、やっぱり僕らが今、60とか70とか、一定80、90が、彼らドイツは600人というか700の数字では出すので、これまだ一桁上なんですよね。ここの部分はまだまだこう上を目指すべきというか、ゴールとして、まあ僕らにとってはそれを乗り越えられるかどうかというのは肝かなと思っていますね。なので、まあ、マッピングパーティーを盛り上げていきつつ、その中でこう定常的にマッピングパーティーってどうしても1日に集中してしまうというところがあるので、こういうデイリーで見ていくと平日とかってあまり数としては加算されてこないんですけども、マッピングパーティーを経験した人がじゃあちょっと家に帰ってちょっと空き時間にまた練習してみようかなとやってみようかなっていうふうな形でじわじわそのが広がっていくという意味ではすごく大事で、この後その教育の中で使われていくっていう、こう2つが同時に変化していく形がいいのかな。単にやっぱりそのドイツの場合、いわゆる新しくその地物を作成するっていうだけではなくて、このモディファイであったりデリート、なくなった地物はちゃんと消すし、修正があれば修正するっていうですね、こういうサーキュレーションが回ってるっていう点はやっぱり非常に学ぶところですね。日本も今ね、そういう意味で、そうですね、データバリデーションというか、ね、はい、クリアランスをしている最中ではあるので、やっぱり結構割合としては大きくなってはきてるんですけど、3万とかですね、そのオーダーが出るのかっていうのが、なかなかそうなんですよね。そこは、はい、とはいえ、日本もやっぱり、ここ数年間、右肩上がりであることは間違いないので、もう少し頑張れば、アベレージでだいたいデイリー100エディター、100マッパーぐらいいくかなというところで、それこそ岩見さんが2007年の時に、確か GIS NEXT のメーリングリストがあって、メルマガでオープンセマップというものがあってね、みたいな紹介を、多分初めて日本国内で日本語で紹介した記事は、メディア発信という意味では初めて、岩見さんが書いたのが、そんなことがありましたね。あの頃のはまだこの辺ですかね。もう20人いないですかね。そこから比べると本当にようやくここまでなったなという形ですね。なるほど。はい。ということで、じゃあ、他、はい、いろいろありましたけど、日立さんのナビは半年経って結構バージョンアップというか、いろいろ改良されてきましたけど、ね、やっぱすごいですね。現場に行かなくてもその熱が感じられるぐらい、こう最初の去年の12月に公開したナビのツールから、今、この iOS 版モデル、ね。そうですね。もう頑張って今、作成中ですってお話、はい、まあ、そういうマルチプラットフォームももちろんそうですし、やっぱり、まあ、オープンストリートマップのデータ、どうしても日本全国入れても結構ね、まあ、データサイズ大きくなっちゃったり、表示に時間かかるみたいな問題、特にスマートフォンデバイスだと、ね、課題として挙げられてるんですよ。やっぱ非常に速いというのが一つ、特徴です。ここはすごくチューニングをされてきてるんだ。なるほど。もう一度、やっぱ驚いてたんですね。じゃあぜひ、ウィズ、モビ、そうですね。で、オフラインで使えるというのも一つ特徴ですね。まだ今現状はまだ Android 版だけれども、まず最新版試したい場合は Android 版の無料のアプリをダウンロードしていただいて。で、今後 iOS 版を、はい、作っていくということをおっしゃっていたので、ね、近いうちですね。あとはダニエルさん、まあ別もう一人のダニエルさん、はい、ドイツ人で、かな、あ、そうですね。あ、今、ポツダム大学の、はいはい、先生でございますが。あと、東大の地震研の平田先生とかも含めて、はい、ちょっと違う分野の方々が、
公演で入ったというところでは、この全世界の動態、暴露人口、ね、非常に日本語訳しようとなかなかそう難しい、固くなっちゃうんですが、まあ、あの彼ら自身は、まあ、地震研究者でもあるので、はい、OSM の実は建物データを使って被害予測と、まあ、アカデミックな防災研究利用みたいなものをかなりあのグローバルにやろうとしている中で、実はあのオープンステートマップも建物 の, その構造であったり階数、それから屋根の形状のデータってある意味で入れられるので、そういった要素を使って、まあ、動的暴露人口推定というのは、まあ、災害が起きた時にどれぐらいその被災する可能性があるかっていう、まあ、推定をするのに実は、あの推定するためのツールを実は開発していて、それがオープンビルディングマップというです、ね、サービスですね。その紹介をあのぜひやりたいということですね。あのわざわざこうその時はちょうど神戸で学会があったんですが、はい、その後駆けつけて、はい、報告をしていただいて、でしかもあの、まあ、ダニエルさん、ちょっと日本語はあまり喋れないということで、うん、その平田先生が翻訳、うん、通訳をしながらですね、あの20分という短い時間であったんですが、あの非常に先進的な報告をしていただきました。そういう意味ではかなり実はあの日本のユーザーカンファレンスだって位置づけにはしてたんですが、うん、あの先ほど、まあ、ダニエル、ドイツのダニエルさんをはじめとして、で、あと最後、マップボックスさんも、まあね、結構国際色も実は、ふたげてみたら豊かになったっていうのが。それ、まあまあ、後で話になるかもしれないですけども、今後のSOTM ジャパンとしてどういう方向になるのかというと、うん、やっぱりそういう、今年は日本メインで行くよみたいな話を事前に聞いてたので、あまり積極的にこう海外からのゲストは声かけなかったんですけども、うんうんうん、結果としてこうなったというのは非常に興味深いですね。はい。じゃあ、あと、全部話すと時間が足りなくなるので、エスリさんは、はい、そうか、神谷さんがエスリジャパンとして話をしたんですね。そうですね。なかなかこれも不思議な組み合わせで、エスリジャパンさんは、あの、スポンサーにもなっていただいたんですけども、これ、アークジアイスとオープンストリートマップの組み合わせで、はい、アークジアイスオンラインですかね。と、はい、あと、あの、ストーリーマップですね。はいはいはい、ストーリーマップの話。話を。なるほど。で、話をするのは元大国にいた神谷さんみたいな、すごい。不思議な流れがあったりだとか、あとは山下さんと各地域の、ねはい、コミュニティの話ですけど、あちょっと注目したのがですね、はいはい、あのこの神谷さんという女性 の,、はい、あのマッパーの方でですね、地域の力マップにしよう高齢者版という、はい、あのサービスを説明されたんですが、実はこの今回高齢者版、高齢者を支援するためのマップをあの説明された、まあ、背景図としてオープンステートマップを使っているっていう話をしたんですが、はい、実はですね、このアーキテクチャというか、ウェブマップで使われているのが、札幌保育園マップで作られた、はいはい、あの地図を、札幌チームの、はい、を作って、使っているということですね、はい。久保さんたちが作ったやつですね。それをベースに、はい、それをベースに、まあ、報復したって感じ。そうですね。GitHub 上で。で、報復して、あの、高齢者版のその浜松の地図に作り変えたという点で、データも、アーキテクチャも両方、まあ、こう、チューニングして、新しいサービスを作るっていう、結構そういう意味では非常に驚きの、あの、サービスの紹介でした。なるほど、なるほど。やっぱりそういう意味で、こう、ツールの複製というか、コピーの仕方そのものも GitHub をベースに、どんどんとこう流通、データだけじゃなくてツール自体が流通始めてるというところは、なんとなく地理院地図の藤村さんワールドがじわじわ侵食しているような感じがしますね。いいですね。発表された方たちはどういう活動されて普段？普段ですね、いや本当にあの高齢者支援をされている NPO の実は、はい、女性 の, あのお母さんなんですけども、あ、まあ、やっぱりそういう意味で必ずしもそういうこう WebGIS とかですね、うん、マップに詳しくはない立場なんですが、うん、まあすでに保育園マップで非常に分かりやすいアプリケーションが使われているということで、うん、まあこれもエンジニアの方が後ろでね、サポーターもちろん入ってるんですが、はい、うん、そういうなんて言うでしょうね、こう初心者にも使いやすいようなアプリケーションを作るという意味では面白いですね。そういう広がりも、他どうですか、地域ごの活動もありつつ、また北海道のホイールマップですね。ああ、北海道の、ああ、そうですね、そうか、キメイ君来てましたね。はい、キメイ君もホイールマッパーとして、車椅子ユーザーのキメイ君が北海道から来て発表したと。どうでしたか、これ、軽
かなりこう個性的な、はい、ああそうですね、あの特にやっぱり大受けだったのが、はい、ススキの夜の、はい、夜のホイールバッピングパーティー、はい、夜のそのまいわゆる、はい、あの街歩きというかですね、そうですね、街で遊ぶためのしかも車椅子でも遊べる、ね、そうですね、スポット、今まではバリアフリーマッピングってすごく真面目なものっていうふうに言ったのが、とはいえやっぱりあの車椅子の人だって、まあ、目の見えない人だって飲みに行きたいし遊びたいしっていうところの、そこにフォローするようなこうマップ、空間情報っていうものを自分たちでやっぱり整備していくっていう、そういうこう自分が欲しいから作りましたみたいな発想ってすごくストレートに伝わるかなと思うの で結構キメ君とあの日本財団と一緒にあの赤坂でマッピングパーティーした時の話をしたの、やっぱり酔ってるとちょっとした段差で車椅子引っかかってリアルに転ぶ、そうですね、で後頭部打っちゃうらしいです、最後ゴロって言って、もうどうしようもできないので、そんな時どうするのって聞いたら、もう助けてくださいって呼ぶしかないですみたいな、そういうでも夜人通り少なかったりするとそれこそそのまま放置されちゃうから、まあ、もう北海道ですので寒いと、まあ、いろんな条件があると、でも飲みたいとか夜遊びしたいとか当然あると思うので、そこの部分もリアルな話はキメ君のこう得意とするところが、ね、うん、ホイールマッピング自体は日本での広がりってどうですか？そうですね、あの、うん、やっぱりその北海道大学チームで、はいはい、あのまあ、プロジェクトの一つとしても取り上げられるのとか、やっぱり、まあ、メディアも含めて非常に盛り上がりを見せていますね、うん、あのやっぱり一つきっかけになったのが2010年に、はい、あの SOTM のカンファレンスを日本でやった時に、はい、ラウルさんという、はいはい、まあ、ホイールマップの、そう取材しました、ね、そうですね、ある、その説ありがとうございます、まあ、それもやっぱり一つのきっかけ で知名度というかですね、あの非常に知っていただける人が増えたというところも一つあると思いますね、まあ、まあ、そういう意味でコミュニティの広がりという意味ではもう北海道が今中心地に、あ、そうです、でしかも札幌はそういう意味でお店もたくさんね、あったり、まあね、そうですね、段差の問題、地下道の問題もありますので、うん、まあ、逆に北海道をその中心地にしながら広がっていくという新しい、とついやっぱりで東京とか、ね、まあね、あの三大都市圏みたいな話になりがちなところがちょっと違うところで広まっている、むしろそっちが中心になっているというところは面白いと思いますね。あとは結構青ジールさんのスマホアプリ、あ、スマホアプリ、これあの OSM スケッチですね、特に OSM スケッチすごく便利なツールであると思うんですけども、うん、こう一点だけ気になってるのが、このアプリを使うといわゆるスマホ上で自分の移動した軌跡をGPS のログのように自由にお絵描きできるっていうことですね。で、GPX ファイルで保存して、それを OSM のトレースとしてアップすれば、いろいろ使えるというところで。方向とか。これ、実際に GPS トレースのデータアーカイブとして、ある意味ノイズにもなりそうな部分って、なんか議論ってされました？あ、これ、すごい便利だと思うんで、やるべきだと思うんですけど、一方でそこの部分のノイズの部分をどうするのかなっていうのは、一つ。課題として、そうですね、あの時間もちょっと限られていたので、はい、そこまで深いディスカッションはあのそのカンファレンスの中ではできなかったんですが、はい、当然その後懇親会があったので、はい、いろいろ実はあでもないことっていうのはやっていて、うん、単にねそういう意味でこうポイントを指す、データとかであればもういわゆる GPS に近いあのデータとして、ね、採用できると思いますけども、自由に書けるっていうのは、うん、まあある意味でそういう使いデータの使い道の広がりは高いんですが、一方でこれはじゃあ GPX データと言えるのかどうかみたいな、ね、うん、そういう問題はやっぱり一方であるので、うん、まあ例えばサーバーの送り先を変えられるとかですね、うん、あのそれを、OSM スケッチ用のそのサービスというかサーバーが別に立てられるとかっていう、まあ、分け方も一つあるのかなと思いますね。個人的には逆にサーバー分けると使い勝手悪くなる気がするので、多分あのタグとして必ず GPS スケッチのこのツールを使った時には、このタグが入ってるから、そのタグでフィルターかけて、何か GPX のローデータとして使う時には除外するみたいなことで対処すればいいかなというのは、ちょっと技術的な。ただ一方でですね、オープンシェルマップのいわゆる本体としては、あの GPX が誰がどのぐらいアップしたのかって、まあ、ログをずっと取っている状態でもあるので、うん、はい、まあ、確かにフィルターっていうのも一つ方法としてあると思いますけども、うん、それはこうグローバルコミュニティとしてどうなるんだろうなっていうのは確かに興味がありますね。そこは逆に海外のメンバーとのすり合わせをして、本当はそうですね。それとしては非常に便利なので、うん、これなんか普及させる、そうですね、というところでは、うん、
こういうタイプのツールっていうのは海外では例はないんですか？そうですね、あの GPX じゃないと思いますね。はい、大体 KML にするとか、それこそ GeoJSON にするとかっていうことはあると思う。あと書き込みできるツールっていうの実は案外まだこう決めのツールってなくて、まあそれもあって多分開発されたんだろうと思いますけど、なかなかそうですね、そこからさ外に持ち出して、例えば OSM 上で編集するときに使えるデータという意味では、なかなかまだ決めのサービスはない中で作られているので、まあ、なんかいい意味でこう展開を図れるといいなと思いますね。あとは、マップボックスのキーノートどうでしたか？あ、そうですね、実はこの間に僕は次の準備をしていたので、すみません、はい、聞けなかったんですが、ただ、今までこう、GitHub の一周ページとか、先生の古橋さんが、はい、あのメーリングリストでも投稿いただいた内容を基本にして、あ、あの流れを説明して、はい、流れを説明していただいたということですね。わ、はい、かりました。なので、まあ、その辺は、あと時間があれば、また紹介しましょう。はい、大体じゃあ、そんな形で、うんうん、でね、もうそういう意味で言うと、もう古橋行かなくてもなんとか回ってんでよかったっていう、正直、皆さんに頑張っていただいて。うん、しかし、いや、こう、これだけやっぱりネタがあるんだなっていうのが、そうですね、昔だったらもう、一、ね、人で二ネタぐらい出してちょうどよかったのが、うんうん、もう今、逆に、どんどん皆さんから出して、ネタを出してもらえるので。OSM のデータからコミュニティからアプリケーションまで、うん、本当になんか、さまざま広がってきてると面白いですね。ヤマハのゲームアプリは、はい、もう始まってるんですよ。あ、そうですね、これもあの Android 版でありますけど、ね、はい、アプリケーションも開発されているので、クエスト、はい、ちょっとまだ僕いじってないので少し感覚、これもそうですね、ぜひ、はい、という形でまだ全て紹介したいんですけども時間もどんどんなくなってきているので、はい、ところも大体、はい、SOTM の見どころというか面白かったところも含めて、資料は、ウェブサイトにそろそろ公開。あ、もう実はあの、許可が得られているものは、はい、もう公開もされているので、それは URL をまた絶対に貼っておきたいと思います。プログラムのページにはこなまだ来てないんでした。そうですね。なるほど。はい、OSM のウィキのページですね。ですよね。なので、OSM のウィキの方に今載っているので、後でツイッター上で、はい、URL を共有します。はい、はい、僕は今。ありがとうございます。はい、ました。ということで、まず、はい、まだ一つ終わり。あと、じゃあ軽めに、ドローン一発チャレンジ。これ、11月の7日、この前の土曜日になりますが、おかげさまで無事終わりまして、当日の参加者数が、千葉県の香取市ってところでやったんですけども、うん、観光農園を半分貸し切って、ドローンレースをする。いう形で、ゆめさん、ドローンインパクトチャレンジって、全く、そうだね。はい、すみません。全然 GIS なくして、投げることなく。すみませんね、フォローしてなくて。すみません、ね。あの、日本で初めての本格的な屋外ドローンレースっていうのを、土曜日に、はい、やりました。で、これ、あの、イメージちょっと音は鳴らさないですけど、どういう雰囲気かというと、これ小型の 250mm タイプの FPV というカメラが上に乗ってるんですけども、こういうタイプのドローンを複数台走らせて、うん、屋外で、時速大体100キロぐらい出てくる。うん、スピード出して、うん、で、ゴーグルつけて、そのカメラの映像を見ながら操縦するという形で、こういう技術を使ったレースをメインで、会場に約500名。500名、はい、パイロットが登録パイロットで60名以上、参加して、あと参加者が、一般参加者が200名ぐらい、うん、報道関係者が100数人、ね、200名弱ぐらいして、でトータル500名、スタッフも入れてトータル500名、規模になったと、うん、600名ぐらいいましたね、という規模になりました。で、驚いたのはニコニコ動画、ニコニコ 生放送で、うん、中継されたんですけども、視聴者数4万人。4万人いきました。で、4万ユーザーってことなんですか？4万ユーザーですね。なので、ちょっと僕も想像を超えた、はい、規模になって、で、まあ、日本で初めてのっていうところも大きかったんですけども、ニコニコの人たちって厳しいイメージがあったので、いや、とはいえ、運営のこと、まあ、
いろいろと文句言われるだろうなとか、いろんなことを考えて、まあ、それ1回目はやっぱり失敗も多いので、あのどうなるかなと思ったんですけども、結果見ると、これ4万人の人のアンケートですね。とても良かった人と、まあまあ良かった人で足して9割、91% の人が良かったんじゃないのって言ってもらえたのは、非常にありがたかったなというか、なので、まあ、次に向けてということと、あとは古橋の方では防災ミッションという形で、今のさっきのレースみたいなものとは別に、やっぱりドローンそのものが世の中にどう役に立つかっていうことで、災害時にどうドローンを使うかっていうことをテーマにミッションを作ったり、新しい競技として、行ったりということで、さっき言われる、ちょっとじゃあ、井上さん、ほとんど、何やったか僕も見てるんで、ですね。今、後で URL 共有しますが、これ2台のドローン使って、ドローンの下にフックをつけてます。で、何をやろうとしてるのかというと、今、モズバスに見立てた箱が用意されています。その上にもフックがついてます。で、これ Wi-Fi がつながる車としてモズバスっていうのが今、モジュラジャパンで開発されているんですけども、そこに僕もメンターで入っていて、この車があることで、モズバスのところに行けば、ネットに、ウェブにつながる。災害時に、この車を見かけて近づくと、家族と連絡取れますよ。という、そういう、まあ、バスを作った。ただ、じゃあ、そのモズバスがどこにあるかっていうことを、みんなに知らせるにはどうしたらいいのかっていうと、まあ、声で伝えるっていう方法もあるけれども、やっぱり目で、わかる。ここにモズバスがいるっていうことを伝えるときに、でも、例えば、携帯使えない、メール使えないっていう状態、ネット使えないっていう状態で、みんなに知ってもらう場所の情報の送り方っていうので考えると、昔ながらの諸しっていう方法、空に情報を出すっていうことが大事なんじゃないかっていうことで、まあ、とはいえ、煙を立ってるよりは、その、諸しに見立てたリボンをここに、中に設置しています。で、リボンをドローンで引っ張り上げて、ここに、行けばWi-Fi につながるよっていうことを情報として伝えられるかどうか、まあ、そういうことをテーマにこの競技を一回設計して、このプロトタイプですね、一回どのぐらいこれにゲーム性を持たせてのろしっていうものがドローンを使って実現できるかどうかということを試しているというのが今年のインパクトドローンインパクトチャレンジの防災ミッション で、これをもとに実際に、次回に向けてこれをブラッシュアップして正式に、これ上がりますね、これで。リボンってこういう、はい、まあ、こういう感じですね。で、上げた方が勝ちみたい。まあいろんなことが起きるので、こういうやってみないと分かんないことっていっぱいあるので、はい、こういうことをやっていく、はい。ということをやります。で、次回は今度防災ミッションとして、やっぱり空撮やりたいな。で、この空撮は、ターゲットをドローンで撮影した後、画像を回収して、でそれをオルソ処理かけて、で正規化、正社投影にした後、タイル画像を作ってウェブに配信するっていうのをどれだけ短縮できるかっていう競技にしたいと思っています。なのでまだ細かなレギュレーションルールの方は決めきれてないんですけども、それをまあ未示版として、今みたいにどれだけ短時間に写真撮ってデータ回収してオルソ処理して位置情報つけて、でタイル処理してウェブ配信っていう一連の流れが、どこまでスピード競争として成立するか、そこにゲーム的な要素として面白さをどう作るかが次回のフラッシュの課題かなという形です。それを毎年毎回ドローインパクトチャレンジで鍛えていって、目標としてはやっぱり本格的にその被災地にドローンが飛んだという前提の中でも、やっぱり発災後1時間から2時間以内に、その衛星画像とかその日の高速会社さんが撮影をしてデータが公開される、まあ、半日後とか1日後よりも前に、まず簡易データとしてドローンが画像を提供できるようなシナリオをちょっとレースの中に入れていこうかなと思っています、はい。これは主催運営はどこがやるって形ですか？主催運営はですね、ドローンインパクトチャレンジ実行委員会という形なんですけども、ほとんどボランティアです、ね。で、古橋と、中心になってるのは10名ぐらい、ね。10名ぐらいですね。で、もう手弁当で、地元 の、 梨園の方とか、だけど、最先端の技術に詳しい、ドローンをガンガン使ってる人とか。実際にやっぱり使われてる方が、そうですね、ユーザーが多いと思います。
とかですね、うん、あとあの無線の神様と、まあ、僕ら呼ばせていただいているああの今野波研究室千葉大の野波研の、中でも、まあ、ミニサレアのメンバーの中で無線のことを、まあ、統括している戸沢さんという方に指導いただいたりして あと、戸沢さんと一緒にやられている酒井さんと若い方もいたりとかいろんな方々にお願いしてさっきの谷さん、うん、あのピーって乗らし上げた方も、うん、あのドローンゲインドローンをゲインにしているあのドローンゲインに谷プラスワンさんという形で、うん、こうドローンをどう面白くするかという方にもいろいろとお手伝いいただいたりという、うんまあ、本当にいろんな人たち、うん、地理情報とは関係ない立場の人たちがドローンってきっかけでわっと集まって、うん、ようやくこうイベントができたという状態です、うん、ドローンコミュニティっていうのなんかなんとなくできてるねできてきましたね、うんでただまさかニコニコ動画でまあ言って数千人かなと思ったら4万人はちょっとびっくりですね。いや本当にあのみんな興味持ってもらえるかなってところが感じました。逆にインターネット放送の気軽さみたいなのもあったらありましたですね、はい、やっぱり現地に行ってこう F1 もそうですけど生で、ねはい、見られる面白さみたいなのもあると思いますけど、はい、一方でこう気軽にインターネット放送見られるからじゃあドローンってね、こう、割とこう、今、メディアを探せるようになるし、ちょっと見てみようかなみたいな、そういう方もあって、面白かったじゃないですかね。本当に盛り上がりましたね。ヘトヘトになりました。そうですね。という感じで、うん、はい。来年は、年内はもう多分あと、あ、1個あるかな。ちょっとまだ、準備がどこまでいけるかわかんないんで、うんうんうん、1個、1箇所あるかどうかというところと、来年は3月にジャパンドローンっていうイベントがあったりとかで、うん、来年もいろいろと大きなイベントがある中にドローンインパクトチャレンジもジャパンドローンの、まあ、実行メンバーとして入ってくるみたいな流れになったり、とうとうですね。多分来年はあちこちでドローンレースもっと盛り上がるんじゃないかなと思っています。うんうんはい、単にこう速さを競うだけじゃないっていうのは面白いなと思いましたね。うん、いろんなミッションがそれぞれ。課題としてはですね、うんやっぱり今のドローンコミュニティのメインは一昔前のラジコン愛好者の人たちがだんだんこうドローンにもハマってきたという状態なので、やっぱり中高年の、無線に詳しいラジコンに詳しいおじさまたちが、ね、ガンガン参加しているということと、一方で、若い男の子中高生の凄腕パイロットも何人かここで生まれているので、彼らもこの成長ぶりはそのうち学校を出すか、うんうん、できれば来年は、国際大会のドローンレースも今増えてきているので、そこと連携しながら海外のパイロットを招聘したりとか、うん、逆に日本の凄腕パイロットを海外に送り出して賞金稼いでこいと、うん、そんなの分かるんですけど、うん、そういうような形で海外とのコミュニティも広げていこうかなと考えています。あと、まあ、いずれにしても12月11日に航空法改正、改定航空法が施行されますので、11日までなので、多分10日になるかなという読みですけども、いずれにしてもそこでドローンを国内で運用するためのルールというのがカチッと決まるという中で、どうその航空法に合わせて、こういったレースもこうオプティマイズ、最適化していくかということも、今後ディスカッションするかなと。ドローンインパクトチャレンジの内容は12月の25日、フジテレビの CS で、全部放映、全部編集された状態で放映される。あとニコニコ、特集番組。特集番組で、番組としてですね。あとは、ニコニコ動画の方では、タイムシフトの機能で、もう今でも全ての、映像が全部公開されていますので、あれは多分有料会員ですかね、タイムシフト。もしかすると、ニコニコ動画のタイムシフトを使っていただければ、閲覧可能です。あとは、日本テレビ、目覚ましテレビはもう、日本テレビの、センサーズという夜の番組で、うん2週間後ぐらいに、やはりドローンインパクトチャレンジをメインで、紹介していただけるというような話になっています。注目度高いですね。はい、ですね報道は基本的に地上波全局来まして、うん、ニュース番組は NHK から、フジテレビから、うん、テレビ朝日全部来られているので、うん、僕も本当に今日、昨日の真夜中に帰ってきたので、一体どこにどう流れたのか。あ、今朝でも、はい、流れてました。フジテレビで。やってました。はい、やってました。そんな形で、
この森の中をこう、走ってるのは、飛んでるよ。この1、2週間、多分メディアの露出すごく高まるかなと思っています。はい、ぜひ次回、GRS NEXT のメディアを。そうですね、はい。ちょっと立ち遅れました、ね。いやいやすいません。ちゃんと一歩取ってきて。はい。というところで、じゃあ次、次の話題行きましょう。はい、大きい、頑張れ、そうですね。そういう意味でかいのは、コードフォージャパンサミット。あ、これもでかいですね。さあ、いいですか、コードフォー。はい、行きましょうか。俺も3日間、あまさに昨日まで、ね。昨日までですね、はい。金、土、日。日ですね、はい、はい、3日間開催されましたね。場所は、豊島区、旧豊島区役所。はい、区役所。そうですね。あの今まで、去年はあの東京大学の生産研究所 で、はい、そうですね、あの私、はい、組織がやって、はい、で、立ち上げその前の年は立ち上げ会ということで、それもあの生産研でやらせていただいたんですが、まあ、そのスケールを大きくですね飛び越えて豊島区役所で、これも実はですね、あの、豊島、旧豊島区役所と書いてあるように、実は来年建てがもう壊されちゃうので、ね、はい、なくなってしまうので、最後の、ある意味ではイベントということで、コードフォー豊島のですね、あの、特に豊島区役所のメンバーがですね、非常に頑張っていただいて、ホスティングしていただきました。非常に3日間盛りだくさんの、本当に、あれですね、サミットで、僕は、あの、金曜日はちょっと行けなかったんで、土日の、のみの参戦だったんですが、うん、本当にあの、ユニークな来場者数で500から600ぐらいを超える。で、しかもまあ、あの、毎日繰り返し来られる方もいたので、うん、もうちょっとそのカウントをしだすとキリがないぐらいですね、うん、お越しいただいてたんですね。で、メイン会場があの、Code for Japan Summitのウェブページのトップページになる、こう議場と言われる、うん、あの、区議会のですね、まさに会議場がメインステージになっていて、なかなかこう重厚感があってですね、うん、面白い座りがいのあるところでしたね。スケジュール中の、はい、中のスケジュールは、はい、これで日によって、はい、日によってそれぞれ変わった、はい、で1日目が1日目で会場パラ、はい、パラレルトリプルパラレル、いや、ですねパラレルどころではなくて5つぐらい実はセッションワークショップもあるし、ポスターの部屋もあるし、ブースってワークショップをねそれぞれする、うん、余ったりするので、もう、ちょうど会場4階だったんですが、4階1フロアもう貸し切りで、はい、もう小部屋から含めて6つ7つぐらいかな、うん、はい、会場に分かれてやってましたね。多分全部は伝えきれないと思う中で、はい、興味深いのは、なんか僕は、はい、では聞きたいのは、はい、例えば GitHub のベンさん来てた、はい、あ、そうですね、はい、話としては今までいろんなところでベンさん話してますけど、はい、あの流れ、そうですね、基本的にはその流れと、あの、国土地理の藤村さんとの、はい、コラボレーションセッションあったので、はい、いわゆる GitHub ユニバースのあの内容です、はい、内容、あの、このジョジョウエストでも、はい、もうご紹介した、ご紹介した GitHub ユニバースの内容に沿ったことを日本でやったと、うん、ご紹介いただいた。なるほど。コードフォーアメリカの、はい、あの、あ、森さん。森さんはどんな、非常に面白かったですね。そうですけど、あの、森さん、まあ、初めて日本、アジア、これ、はい、で、しかも日本に初めてということもあって、いろいろちょっとあの、この気象講演以外にもですね、いろいろ実はディスカッションを、はい、ができる場に、あの、同行したんですけども、あの、森さんご自身は実はプログラマーではなくて、うん、デザイナーの立場でコードフォーアメリカにコミットされたんですね。で、もともとあの、ウェブ系の小さな会社に勤められていて、で、まあ、たまたまそのコードフォーアメリカの活動を知って、やりたいっていうですね、思いで、実は、あの、今はもうフルタイムのスタッフなんですけども、うん、あの、入られたっていうですね、うん、結構そういう意味では異色の立場の、はい、方ですね。で、あの、コードフォーアメリカではそういう意味で、いわゆるトレーニングをして、まあ、各ブリゲードとか、まあ、地域での活動であったり、あるいはフェローという形で、実際に市役所であったり、会社に派遣されるって形をしますけども、あの、森さん自身はまあデザイナーという立場で、実際にその、それぞれの役所であったり、政府機関の、その、ウェブページのデザインを、まあ、いろいろこう、モディファイする、あの、方でもいるし、一方でトレーナーとして、例えば、フォトショップ、イラストレーターとかですね、ワード、エクセルなどそういったこう基本的なツールの使い方、まあ、デザイン的な視点で見た使い方を実は、コードフォーアメリカの中のスタッフにも教える、そういうなんかトレーナーの立場でもおられるということで、非常にあの、そういうデザイナー視点で改めてコードフォーアメリカの活動を語っていただくという、ね。なるほど。日本のコードフォージャパンで
モリーさんに相当する立場っていうと、はい、矢崎さん、まあ、矢崎さんそうですね、一番近いかなと思いますね。なるほど。で当然あのコードファーアメリカ発あるいはコードファーアメリカの活用が感化されてアメリカ政府でもね、こういわゆるウェブデザインのスタンダードを決めるとか、うん、そういう活動にもやっぱりつながっていくので、うん、非常にその大きな活動としてデザインっていうのがですね一つ盛り上がってきているのを、うん、もうその現場をまじまじと見せていただいたのが面白かったですね。そうか、あとでも一覧になると非常にあそうか、女さん、ね、結婚されて名前が変わってる、そうですね、南さんに変わったのとか全然違う情報が今あ、そういう意味ではプログラムをご覧いただいた方がより分かりやすいかなと思うんですが、はい、特に、2日目はそういう意味で海外のお二人の気象講演があって、まあ、その後あのそういう意味ではですね、いわゆるコードフォージャパンとしてもいろいろ活動はしつつあるんですけど、あのいわゆる、まあ、矢吹さんのセッションもそうですけど、アイデアソンとかですね、ハッカソンとか、例えばブリゲードって言われるようにちょっと聞き慣れない活動を、うんが多い中でその第一歩が踏み出せない踏み出したいんだけど踏み出せないっていう方も結構やっぱおられるというのをかなり意識されていて、そのいわゆるチュートリアル始め方の体験型のセッションというのが非常に今年たくさんあったんです。まあその一例がアイデアソンの始め方であったり、あるいは皆さんご存知かもしれないですけどグラフィックレコーディングというですね、そのセッションを絵で紹介するそういうワークショップも実はですね3日目にやったりとか、そういうなんかワークショップ系のイベントも本当にたくさん同時並行でやってますね。あとはそうですね、データとプログラミングで絵を描こうとかですね。うん。ラックレコーダー。レコーダー、そうですね。これは本当にあの、コードフォーアメリカのデザイナーをしても、アメージングと言わせた日本初の多分、プロダクトなんじゃないかなと思いますけど。この辺の資料とか映像って公開されるんですか？はいはい、あ、そうですね。あの、映像はそれぞれの会場で記録もされて、はい、いるので、多分後日公開もされると思いますね。あの日はイベント多かったですからね。そうですね。どれ行くんだみたいな、まあ、ドローンインパクトチャレンジを僕らやってたので、まあ、池袋はなんか盛り上がってるなぐらいにしか、こう、ツイッター越しになんとなく情報を来つつも、やっぱり何やってるか見たいなっていうところだったので。それぞれ映像で見お互いに見せ合えるとですね。あとはまああの昨日日曜日のセッションの、はい、日曜日の午前中のセッション、ね、セミナー会場 A ですかね、はい、のセッションでもありましたが、あ A じゃないのかな B かな会場いろいろ回っていたので、うん、あ違うかな、午前中あれどこだろう、議場はあれですね、シビックテックの最前線ということで、コードフォーアメリカとか、あるいはあのコードフォー系のですね活動の世界動向を探るセッションとか、うん、いや、一番面白かったのはですね、実は僕も参加したブリゲードのミートアップというですね、これシビックテックブリゲード、あ、ブリゲードミートアップ、これですね、はい、うん、これもあの、今、ブリゲードの数って急速に増えていて、うん、公式に認められているブリゲードだけでも30を一応超えて、うん、まあ、あの 非公認というかですね、もう勝手連的に立ち上げてコミュニティ活動してるものを合わせると実は全国50以上あるというふうに言われてるんですが、コードフォーなんとかですね、うん、その、皆さんが一堂に会してどこが今困ってますとかですね、うん、例えばこう続けていくにはこう したらいいんじゃないかみたいな、もう意見交換の場をしたんですけども、これも非常にそういう意味では盛り上がりましたね、うん、ブリゲードっていうのは地域単位ですか、基本的に。そうですね、あのこれもですね、今いろいろあの日本では模索している最中で、基本的にはもう市町村のようなこう自治体、基礎自治体の単位であるんですが、一方でちょっとその県を、まあ、またいでというか、まあ、県を一つにして、例えばコードフォー神奈川がある中で、コードフォー横浜があり川崎があるような、そういうこう県と市横断の活動も含めて今33が指定されていますね。そうですね、でもコードフォー東京があったり、コードフォーまあ、豊島がそれこそ、はい、とか八王子を立ち上げてたり、今ちょっとそういう意味では、ブリゲードも模索をしている最中なので、多分そこは、そのつける感は統一しなくてもいいかなと、個人的には思って、このエリアをでざっくりやるっていうところ、すごくローカルなところで、まあ、つばれる場作りをですね、まあ、そういう意味では、彼らがまあ中心になってやってるっていう意味では、いいんじゃないかなと思いますね。
これも去年は金沢で実はブリゲードミートアップのためのイベントをやったんですが、今年はちょっとまだタイミングが合わずにできてないっていうところもあったんで、非常にやっぱり貴重な機会の一つがありましたね。あとは、もう6時になったので、そろそろそうです、ね、スピードアップしながら、はい、甲府関西オープンフォーラムも、これも金土ですね、はい。なので、関西オープンフォーラムは、伝統的に、例えば、細掃除大阪のメンバーも合流したりとか、うん、もうそれ以外にもオープンソース系の、コミュニティが、年に1回大阪に集まるといいので、うん、毎年恒例になってますけども、今年は、これも初日の基調講演が古橋担当して、うんうん、前の晩に新幹線で大阪に行って、ドローンの話をしてきました。で、それ終わったらもうすぐ新幹線で戻って、そのまま学生と一緒にドローンインパクトしてる状態だったので、もう本当にチラッとしか行かなかったんですけども、結構その、やっぱオープンソースのコミュニティがバーッとブースを並べていく中で、うん、ドローンとか、あと翌日の2日目の基調講演は、糸名部から古山さんがイングレスの話です、ね。イングレスの技術とコミュニティの話をしていたりっていうので、ちょっとオープンソースの今の人たちコミュニティが何に興味があるのかっていうところの話がヒントしてます、ね。あと AWS っていうか、ね、Amazon と、ね、はい、とあと教育の分野で荒木さんですね。はい、で、という流れで、ちょっと今まで古風に比べるとこう最先端の技術にやっぱり興味を持ち始めているところを感じたのかというところですかね。あとはドゥルパルのコミュニティの大田垣さんとちょっと話をして、はい、やっぱり今 D 館が旬だという話です。うん、そうですね。 D 館っていうのはもともとまあオープンデータのその共有プラットフォームとして C 館というものがオープンソースであったんですけども、いわゆる CNS 的にこうウェブサイトを立ち上げるようにオープンデータをウェブ上に公開してみないダウンロードしやすくするという、うん、共有しやすくするという C 館にそもそもウェブの CNS として伝統的な Drupal のコミュニティが合体して、うん、Drupal の中で C 館を使えるようにするという、うん、よりもう少しこうデザインとか、まあうんウェブサイトとしての立ち上げをポータルとして使いやすくするという方向で、うん、C 館とドゥルパルが合体したのが D 館と呼ばれる、うん、一時期はまあそんなに日本語も対応してなかったりとか、ね、いろんな問題があったのが、うん、じわじわ今日本のドゥルパルのチームが D 館として動き始めているというところを少し情報にプットいただいたりというところなので、うん そうですね、そこはちょっと古風の中では、うん、注目かも。あ、そうですか。実は僕らの今、アバンデータチャレンジという活動をやってる中でも、はい、データポータル持ってるんですが、はい、今年実は D 館に、はい、切り替えて、まあ、これもね、いろいろこう試行実験をしていきたいなと思っているので、なるほど試しにこう使ってみてるんですが、はい、そういう意味でこう、地図、まあ、いろいろこうやっぱオープンデータなので、もう CSV のデータから PDF のデータから、それからジオデータも KML から、シェイプからいろいろなものを入れられるんですけども、はい、そういうなんかいろいろこう、データとして突っ込んでいって、でまあ、それをマネジメントする上では非常にやっぱ使いやすく、まあ、CMS がバックエンドに動いてるってところもあって非常に使いやすいなというそうでしょうありますね。いいかも、はい、最初に教えてもらったのは2013年ぐらいですかね、はい、世界銀行あそうですね斉藤さんたちがリーカンそろそろ使ってみたいんだけどみたいな話を少しずつで調べ始めたってうんまあ、ようやくそれから2年で結構日本のコミュニティ、うんね、当時は日本人で D 館知ってる人ほとんどいなかった、うん、そうですねもう片指で数えるぐらいの C 館知っててギリギリぐらいですから、うん、D 館何それみたいな感じですね、うんまあ、それを考えるとこの2年でやっぱり大きくなってきた、うんそうですね、あとはじゃあマッピングパーティー動向を共有今週のマッピングパーティーですね、まずあれですね玉川河原マッピングパーティーが、はい、そうですね、11月3日に。これが11月3日にあった、はい、ありましたね。双子玉川で、ウィキペディアタウンプロジェクトとしてやってたものがありますね。うん、よいしょ。で、マッピングパーティー。どうこう。と、これは佐原で、はい、佐原のマッピングパーティーを週末、実は。これは全然宣伝してなかったんですけども。実は地元の方と一緒にやるっていう形でメインで
は、あまり攻防をかけなかったというところがあります。で、最初にその二子玉川は今までと同じスタイルでウィキペディアのメンバーと一緒に、地域の歴史愛好家の方と回って地図も作りつつ、オープンスレッドマップとしての地図を作りつつ、そこにと紐づけていくためのウィキペディアの情報も同時並行で情報を作っていって、連携していくということを一日でという形で、じわじわと玉川の河原のあたり、をマッピングしていたという話は聞いています。結構、知り合いも何人か参加して楽しかった、うん、全然オープンスマップと違うコミュニティの方からこういうことで、おすすめするとやっぱり参加されて楽しまれていた。ウィキ系のマッピングパーティーっていうのは他にも ありますね。ウィキペディアタウンとして、その街をオープンなアーカイブデータとして記録していくという中では、横浜と二子玉川と、あとは京都の方でもやってましたね。そうですね。京都とあと山中湖。今こま知ってるので、その4箇所ですかね。あと、ローカルウィキのコミュニティも、ローカルウィキと組み合わせてやっていくという形で、じわじわとウィキペディアとローカルウィキと、オープンスレマップの、まあ、3つのプラットフォームで情報を共有していくという仕掛けです。で、ウィキペディアはどうしても客観的な情報、リファレンスがきちんと取れていくというので、あと、特筆性ですね。記事にすべき話題なのかどうかという部分で、結構厳しくチェックをされるので、ウィキペディアには何でも書けるようで、実はあまり書けないことって多いです、ね。で、ローカルウィキは逆に言うと主観的な情報、その人の思いとか、その地域の、例えばちょっとした裏話も含めて、あのお店は美味しいよとか、そういう、こう、人に依存した情報を書きやすいというところがあるので、その、ウィキペディアとローカルウィキとオープンスレッドマップという場所の情報が連携することで、その地域が、うまく情報として記録できるんじゃないかというのが今のウィキペディアタウン的なアプローチ。なるほど。あと、サワラですね。サワラは、今回3回目になります、実は。で、サワラの観光協会さんとか、マシンの方とかと一緒に、サワラはやはり、伊能忠敬の本拠地ですよね、はい。そういった意味で、マッピングパーティーを継続してやっていきたいということと、やっぱりその無理にしないで、町の人が参加しやすいような形でやると言って、今までは夏祭り秋祭りの会場であるあの神社の周りを中心的にマッピングしていって、ある程度ベースができたというのが今の段階です。で、今回は、じゃあある程度町の地図が出来上がったので、その町をどうやって楽しむかということで、佐原の町を歩くと、僕らから見ると、佐原ってやはりその水運の町、水の町みたいなのがすごく強いので、もともと伊能忠敬もその測量をする人じゃなくて、本業はやっぱり物流問屋の横断だという位置づけになるので、佐原の町の中で その水運とか水の流れとかというところで町を見たときに結構暗渠多いんですよ、ね。すごい細い路地がいっぱいありまして、で見るともうこれどう見ても暗渠だなという、こう暗渠好きにはたまらない町なんですけど、町の方に聞くと暗渠ないんそれみたいな状態の、で高校生の女の子とかも参加してくれて、そもそも暗渠って何ですか、暗渠と海渠の違いみたいな。で教えると女の子と高校生も楽しんじゃって、あ、これ暗渠だね、でこっから海渠になってる。ああ、だからこう見えてくるんでしょうね。はい、で非常に面白かったのは、佐原の町に行くと伊能忠敬伊能忠敬記念館っていうのがあって、伊能忠敬の旧家の建物もすぐ横にあって、川を挟んでそこをつなぐ橋がある。でその橋はもともと用水路、水道橋、水道橋というか、まあ用水路としての水を運ぶ。で、東西にその水を運ぶんで、西の方にある水田に水を供給するための水路が橋の中に通って、そこから水がバーッと出て、溢れると、そこのオーバーフローしたものが川に落ちるような形で、ジャージャー橋という名前がついているんですけども、それは結局古くから用水路だったので、それをたどっていけば暗渠があるよねっていうので、暗渠をたどっていくと、まあ、当然のようにやっぱり暗渠になっている。なってるんですね。そうすると、柳の木が点々、もう川は見えない、蓋されてるんですけど、柳の木が点々として、ね、暗渠っぽさみたいなものを街の人も、おお、ある、確かにこう川辺っぽいよね、ここみたいなことで楽しんでもらったりとか。
いろんなその水の流れという方向みたいなものを地図に起こすということで、結構中心部は実はアンキョの データも入れました。うんうん、はい、逆にアンキョの、その、アンキョじゃなかった頃の写真とか資料っていうのはあるんですか？なかなかそうなんですよ。そこはまだすぐには集めきれていないので、うん、そうなんですね。その、非常に興味深かったのは、うん、今は木の橋になってるんです。おー、なるほど。でも、昔、昔っていうのは、明治、大正明治の頃の、水道橋とした橋は石造りじゃないとダメだった、うんうん、木製では許されなかったんだけど、礼儀上っていう、その、基本的に河川扱いだったらしい、うんうんうん、その用水路として、はいはい、河川とはこう壊るべきだという中で石造りの橋じゃないといけないっていうところがあって、橋の造りそのものが今観光用に変わってしまったので、うん、木造になっているっていうところも大きな変化があって、その前に木造だったんじゃないかっていう話をなんとなく聞いているけど、証拠はないみたいな部分で、やっぱり昔の文献をきちんと探っていかないといけないよねっていうところまでは来ていますので、もしかするとこれからそういった話も含めて、佐原の観光協会さんが持っているさまざまな資料でまだ公開されてないものが出てくるかもしれないというところは、あの肌感覚で思います。というのは、あのステートオブザマップジャパンのマッピングパーティーでもそうだったんですけど、はい、マッピラリーというあの、はい、マッピラリーですかね、はい、写真をあの共有するオープンデータとして共有して、オープンステートマップのデータとしても使える、はい、あの写真共有サービスが最近結構ですね、あの立ち上がってきて使われ始めてるんですが、最近あの拡張機能でタイムトラベルっていうのが増えて、実はまあそこにね、そういうあの著作権が切れた写真とかが入れば、まあ今と昔がこう簡単に比較できるっていう点が面白いのかなという気がしますね。そうですね、いや、まさにそうです、マッピラリ大活躍でした。うん、ああ、そうですね。パーティーの時に。で、ちょっとじゃあ。確かに今、カトリの、サワラのロゴを見た。そうですね。急に、よいしょ。そうなんです。ちょうど周りのあたりは。ちょうど今、これ、の中継館、これ、小野川っていう用水路です。ここが物流の拠点になっていて、これが中継記念館。で、ここはジャージャー橋って呼ばれてる。ここ、稲田川の旧館。で、これを、オーバーするんですけど、編集モードに切り替えます。で、そうすると、こう広告写真が入ってきて、でですね、この、今、上が北になっています。で、見ていただくと分かるんですけど、ここに青い線が入った、はいはい、これが、これが暗渠、今暗渠がこうなってる。これが東西に伸びていて、西のこっちの方に水田があるので、水の流れとしては、右から左に水が移動していって、ここの橋を渡っていく。この橋の、小野川の水面はもっと下なので、これ一体交差になっているというのが今の状況になっています。うん、で、これでマッピラリを表示すると、はい、ピッピッピッピ、マッピラリをデータで、ピッやると、黄色いピンが出てくる、うん。これで見てもらうと、ここに写真が出てくる。これ、この下にどうも。ありそうな、ね、で、これ辿っていくといいですね。ちょっと当日昨日雨降ってたので、なかなか、こうなんか柳が出てくるんですよ、これ柳。で、ここ角曲がると、もう明らかにこう、ああ、もうちょっと人がと、このマンホールの感じとか、この蓋してる感がある。この辺もう、みんなと歩くと、あ、もうここ絶対暗渠だよね。こういうところを歩いていって、学生に、あのうちの学生に撮ってもらったんですけど。今日も暗渠の写真しか撮るな。マッピラリ使って今日は暗渠の写真しか撮るなって指示をしたので、すべて暗渠の写真になっています。なので、やっぱりマッピラリの、これを後で戻ってきて振り返りしながら、実際に、暗渠を落としていくっていく最初。で、面白かったのは、ここ、今、わかります。ここに塀があるんですね。はい。今、はい、ここまっすぐずっと行くと、ここ の, あの交差点の行けないんです。まっすぐ直進できない。塀ができちゃう。塀ができちゃって。この裏手を覗くとですね、これ、時計回りに回り込むと、中見れるんですけども、ここが、やっぱり暗渠になってる、うん。で、ここもかなり通行できない状態にしていて、うんうんうん、まあ、暗渠封鎖されてしまっているというような状況を持っていて、で、この後、ここ歩けなかったので、ぐるっと回り込んでいくと、こっちに回り込むと、つながっているわけです、ね。そうすると、もう、使われなくなると暗渠ってこうなんだな、みたいな。もう完全に森になってました。森になってて。
いやでも確か航空写真でもそうですね。そんな感じですね。で、いや、その、これは個人的な感想ですけど、アンケートやっぱり人が通れないと魅力ないなっていうのは、封鎖されたアンケートってこんなにもこう魅力がなくなるのかとか逆に思ったりとかですね。あとは、これもそのアンケートの道のこう、マンホールが道路の中心じゃなくて、こう、向かって左側に寄ってるとかっていうのを、なんで寄ってんだみたいな議論したりとかですね。あの地元の人たちってこう暗渠だけでもう飲めるぐらいの感じになって非常にこう楽しい地図が出来上がったという状態でしたね。なのでマピラリ本当にいいです。このマッピングパーティーには非常にいいツールになってましたね。あとでこういうふうに確認できるっていいですよね。ここがみたいな。あ、そうそう。うん、はい、という、はい、マッピングパーティーのやり方も。いいですね、アンケもね。教師です。というところで、じゃあ最後、はい、今後のイベント、はい、GIS ネクスト忘年会、大忘年会です。いや、なんでもいいんですけど、12月3日、早いですね、はい、ちょっとね。の夜7時ぐらいですか ?6 時半ですか、まあ、夕方。場所は、同じですね、いつもの、四谷のスクワール、はい、どちらでしたっけ。入力で四ツ谷です。四谷、はい、はい、がありますのでぜひ、まあちょっと早いからね、これで1年終わるって感じじゃない、はい、ないけども、はい、まあお暇な方はということで、はい、はい、よろしくお願いします。あの回避制で、はい、事前に申し込みは必要、できればしてほしい、はい、っていうことですね。GIS NEXT のウェブサイトに今、はい、案内が、はい、載っているかな。なんかまだ全然フライングだったらまだ乗って、あ、まだ乗ってないですね、うん、そのうち乗るということで、うん、事前にできれば、うん、申し込みいただければと、はい、ところですね。あとは、CSIS Days、はい、もう来週ですか。はい、来週の19日ですね。木金、あ、11月、はい、11月です。19、20、はい、それも柏はい、の駅前の方、ね、はい、サテライトで、はい、今年も開催されます。大葉キャンパス駅前の、あとね、盛りだくさん、盛りだくさんですね。で、それが終わると、G 空間エキスポがもう11月の26、7、ね、8、はい、3日間。いやー、全く準備してないですよ。多分いろんな方々が巻き込まれているので、それぞれのセッションに参加されると思うんですが、重要なところは懇親会が、あ、そっちですか。ですかね。もだってもういろいろありすぎて、なんか、ね、瀬戸さんから一つ話とすると、なんですか。あ、まあでもこれまだね、来週再来週あるので、あ、そうか、じゃあ見たことに、はい、人口会もう多すぎて、11月26か28ありますので、これは来週のジョジョウエストで、はい、また来週来週詳細を、そうですね、共有したいと思いますので、そんな話で、うん、もう言い忘れてることはないですかね。あと何か。はい、ちなみに今週の土曜日、日曜日で人文地理学会、地理研学会あるんですが、その初日のですね、物会アワーっていうセッションに、実はシビックテックと地理学という、すごくあの難しいお題をいただきまして、僕が喋ることになって、テックと地理学ですね。地理学。まあ、この方、ジャパンサミットもありましたし、僕はあの4月にアメリカのシカゴで開催された AAG というですね、あのアメリカ地理学会でも、実はあの、これ関係のセッション、実は初めて AAG の中でも立ち上がって、結構あの盛り上がっていったし、まあ、シカゴってそういう意味ではシビックテックの中心地の一つになっていて、実際にあのそのコミュニティの方ともですね、お会いして、ワークショップにも入れていただいたので、まあ、その話も含めてあのしようかなと思っています。場所はどこでしたか、ね、場所はあの大阪大学、豊中キャンパスですね。14、15だったんですか、はい、14、15ですね、はい。大阪大学。はい。はい、ということで、また報酬がいっぱいですね。14日に、あ、このタイトルの、まああの講演は14日の土曜日に。はい、なるほど。はい、14日の。じゃあ14日にしてください。はい。セッション。でこれあの、また後で書いて、はい、付加情報を書いておきます。はい。ということで、あっという間に1時間オーバーしていると思う。はい、ね、20分。はい。もしか、いや、もう、いや、別に。あの毎日一緒こんな感じでやってるので。ああ、なるほど、なるほど。はい、じゃあ、また。毎週来ればいろんな宣伝ができると。そうです。毎来ればまたいろんな情報共有
できます。了解しました。お邪魔しました、今日。どうも。ありがとうございました。はい。じゃあ今日、今週もありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。